大賀さん、紛争解決機構の決定を最上位にする、と決定したのは、自分である。なので、その件に関しての、責任、それは、自分の方にある。現状、この正義は、一応、世界最強の正義、ではある、はずで。世界は今、好むと好まざるとこれが神だ。という、それに反論を持ち自身を上位として主張するなら、その人は世界の問題、その全てを背負うことになる。もちろん新型コロナウイルスなどの病気、そういうものにも。その意識で見るとき、世界の経済状態とは？が、あるいは自分のそれだったりするのか？という感覚にも、不意になったりする。最上位と最下層は概念というか正義としてほぼイコールである。それには何らかの同調がある。地震の状態がどうなるかで、世界の行く末があるいは決まる。とさえ言えるとき。不安要素はまだ、暗雲だ。